はい、ローガンラガンズの原宿メモリアル第132週のその3でございますね。その3、通算821回ですね。おう、まあ、前回は820回でね、何でしたっけ、やつのおっぱい、やつの本田俊太君に登場してもらってじゃあ821回は何でしょうかね。はい、じゃあお願いします。はい、はい、またはい、ちょっとゲストに登場していただきます。本田俊太くんです。よっ、やつのおっぱいです。やつのおっぱいがいっぱい、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 やつのおっぱいがいっぱい。そこ言わないの最後、やつのおっぱい。さっきだけやってる言ってたのね。ねえ、まあいいです。はい、変えるような。なるほど。はい、今日も参りましょう。はい、ローガンラガンズの原宿メモリアル。さて、またですね、はい、恒例の、もう第3回目になりますが、ちょっとね、話題になってますね。巷で話題の例のやつを始めさせていただきますよ。はいはいはい、キスされたくない女王決定戦。さあ、まあ、第1回はですね、和田アキ子さんと片桐はいりさんが戦いまして、はい、片桐はいりさんが勝利したと勝ちましたね。前回は片桐はいりさんと瀬戸内寂聴さんが対戦しましてですね、寂聴さんが勝っちゃったと。寂聴さんがね、勝ちましたね。つまり今王者は寂聴さんなんですよ、ね。さあ、今回もですね、強敵がやってまいりましたので、強敵、はい、早速入場シーンからやらせていただきます。はい、ただいまからキスされたくない女王決定戦その3を行います。赤コーナーチャンピオン777パウンド瀬戸内寂聴。寂聴、青コーナー92パウンド挑戦者、女か男かよくわからない三河健一。三河さん、さあ、三河健一さんと寂聴チャンピオンの戦いなんでございますが、どちらにキスされたくないかと。三河さんも結構いい年だよね。まあですよね、毎年毎年紅白で出らっしゃって、もう去年出られなかったんでしたっけ。2人の戦いなんでございますけど、はい、まあ、ちょっとあの配信上見せられないんですけど、ここに2人の写真はあるわけでございます。どうでしょうか。寂聴さんは本当に綺麗に髪ないですね。ツルッツルですね、ツルッツルね。お月様みたいですね。井川さんは、井川さんはこの方は男ですよね。なんかでも、そのさっきも男か女かよく分からないって言いましたけど、これがもう三河さんじゃないですか。あんま男とか女とか考えたことなくありません？三河さんって。なるほど、じゃあ、性別で言えば男、女、三河みたいな。そう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 。そう、あの人、三河みたいな。役所行ったら、あら、私の丸つけるとこないじゃん。そう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 。なるほど。まあ、なんかそもそもはここまでキャラ強くなかったらしいんですけど、コロッケさんが真似することによってこういうキャラクターになったって、そのコロッケさんが方向を決定づけたみたいなところがあるらしいんですけどね、三河さんの場合って確か。はい、うん、まあ、まずだどういうシチュエーションかってところからなんですけども、難しいね。でシチュエーションの、決めるのが上手なヨッシーさん、今回はちょっとなかなかいいのがちょっと思い浮かばなかった。ちなみに前回寂聴さんあれでしたね、あのお寺に行って説教されて、うん、あんた私とキスしないと罰当たるわよみたいなこと言われて強制的にキスされるみたいなね。寂聴さんでしたけどね。新しい寂聴さんのシチュエーション考えますか。はい、新しい寂聴さんのシチュエーション、こんな風にキスを迫ってくるみたいな。難しいね。私がパッと思い浮かんだのは、はい、まあ、八百屋さん、八百屋さん、八百屋さんにまあスイカがあると思うんですけど、はい、まあ、そこにあの待ち伏せしている寂聴さんがスイカのところで、あの首から上をカラーペイントして緑と黒の縞模様にして、まあスイカとして首から上並んでるんですけども
それでその買いに来たねお客さんがそれもういいスイカだなってことポンポンとこって言ったらほうって出てきてチュッてやるっていうのがまあ私は考えたシチュエーションなんですけどもなんかトンネルズの笑いみたいですねなんかねうんうん、うん、まあなんかありそうですよねありそうですあの自由に描けると思いますはいトルトルですからねそう本当に綺麗ですから、はい、スイカの真似をした寂聴さん、はい、にのこういいスイカだなったらチューされると、うんうん、プーって上がってきてチューされると、うんうん、あのすぐは、はい、すぐはあれですよあのこう立ち上がらないですよかなりスイカの手は結構長くやりますよ、ね、ああ、うん、いいスイカ、うん、これどっちがいいかなみたいなですかペン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 みたいな感じうん変なスイカだなぁなんて、うんうん少しそこ鼻息が出てきて、もう興奮してきてるわけですよ。で、うん。でももう我慢できない。って。我慢できないってことは、うん、もうしたくてしょうがないと。そうそう。寂聴さん。そうです。じゃなきゃスイカにならないし。うん、そうか、うん。キスをするためにスイカに、そう、わざわざそこまで、ね、わざわざスイカになった。前の日からこう、こうやって、シワ、シワっていうかこう、線入れてね。自らですよ。セルフペインティングですよ。セルフだったんですセルフです、セルフです。人にはやってもらえませんね。はい。で、やぶやに行くまでちょっと恥ずかしかったですけどもね。じゃあ、勝手に座ってんですかスイカの座りに。なるほど。はい、じゃあ、三河さんどうですか三河さん難しいなお三河さん、でも私のイメージは、うん、はい、自転車に乗れないってイメージがあるんですよ、ね。自転車に乗れない。なんか自転車の CM やってたでしょあのタンスにゴンじゃないし、はあ、なんかあっち行きなさいよみたいな。知らない。ないですけど。あ、本当。だ見つかったことあると思うんですけど。確かに自転車に乗れないんですよ、ね。まあそう難しいな。まあでもさすがにさ、またの家私はさすがに座の女ですから、うん。でも女じゃないですからね。三河って性別なんですけどね。うんうんあんまりね、もう寂聴さんの方で頭がいっぱいだったからね。三河さんの方に頭が回らない。三河さんの方までちょっと頭が回らなかった。三河、でもキスされるんですよ。そうですね。うん。まあ、あんたキスしなさいよ、みたいな感じでしょうね。何口をこう横にして。うん、何言うのキス。うん。しな、キャッツ。全然似てない。まあ、ね、あれですよ、うん、はい、そうですね、まあ、三河さん、まあ、三河さんのファンというよりじゃ手にしましょうか。はいはいはい、はい。でも、三河さんの、うん、オンステージですよ。ディナーショーに行ってね。はい、で、まあ、ステージでこう 歌ってますから。うん、で、こう、んってこう、目をつけられるわけですよ。ああ、うん、サソリ座の女を歌う三河さん。そう。目をつけられて。うんうん、で、一人一人こう聞くわけです、うん。あなた何ぞって。うん双子座です。うん、ダメだわね。あなた何座？水亀座。違うわね。あなた何座？餃子？何言ってんの？あんた。あっち行きなさいよ。そんなに。え？どうしよう、俺サソリ座なんだけどな。サソリ座です。ビンゴ。いいよ、私は、ガソリン座の男、とか言って、キスされたとでしょ。意味わかんないけども。そうか。そうですね。ディナーショーで、サソリ座って言ったら、そう。サソリ座の男って歌って、キスさせてくれる。そうです。まあ、サソリ座っていう前提ですよね。うん、まあ、怖いです。やっぱり順に来ますから。双子座。餃子とかいろいろ聞く、もう喧嘩球も来つつ、うん、つつ俺はここで餃子と言っちゃ怒られるし、なるほどなるほど、うん、ボケられないし、本当のこと言うしかない。うんうんうん、そこではサソリだって言っちゃったら、ビンゴだもんね、うん、ビンゴだわね、うん、キスされる。キスされる。なるほど。はい、じゃあちょっと整理しますね。はいはい、八百屋に行って、はいはい、いいスイカだなってこう、ポン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 やってたら、はい、だんだん鼻息荒くなってきて、はいはい、チュッてされると。はいはい、スイカ寂聴にね。スイカ寂聴と、
で、はい、自分がサソリ座だとしてですよ、サソリ座としてディナーショーに行って、はい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 、サソリ座の女を歌い始めた三河さんが、うん、客席にこういろいろあなた何座何座って聞いてくると、うんうんうん、でまあなんか水亀座とか餃子とかいろいろあった後に、うん、いよいよ自分の番になって、うんもうしょうがなくサソリ座ですって言ったら、うん、サソリ座の男って歌われて注意されると、うん、はい、はい、なるほど、はい、どっちが嫌か、どっちにキスされたくないかですね。まあ不意打ちか、うん、もうこうドキドキ感で来るかみたいな、あ、ね、難しいですね。まあ不意打ちかドキドキ感かって、まあ、いろいろこうシチュエーション考えていただきましたが、はい、結果的にまっぱりどっちにされたくないかですよ。顔写真並べて。わかりました。はい。まあ、僕個人的には、はい、やっぱり寂聴さんはねえだろ。ここで顔見てますからね。まあ、三河さんだったら、なんかシャレでごまかせるんですよ。三河健一にキスされちゃったや、あんなんだんだみたいなのがなるじゃないですか。まあ、それを例えばお母さんに言えるかどうかって話ですよ。寂聴にキスされたら、ちょっと母親に言えない。そう、うんうん、三河健一さんだったらされちゃってはんてバカねって言われそうだけど、でも寂聴さんある意味コントっぽいでしょ。でも三河さんは他にお客さんがいる中で、うん、こう狙われてキスされるんですよ。結構恥ずかしいと思います、ね、なるほど、うん、そっか。でも不意打ちでもスイカ寂聴ですけどポンポンしてたら、うん、だんだん鼻毛はい、さあ今日もですね、はい、陪審員じゃなくて審判を下してくれるのは、本田俊太先生でございますけども、座る、はい、どうぞどうぞ。失礼します。たびたびキスされたくない女王でございます。だからキスされたくない方がウィナーでございますね。されたくない方がでもつまり残るんですか。そう、俊太くんが勝ちって言った方が来週もいるから。あ、まあ純粋にされたくない方がいい。されたくない方ですよね、うん、はい、そう、どっちにされたくない。じゃあドラムロール鳴らしますよ。はい、あ待って、ね、いやいや、まだです。はい、はい、でね、そうですね、シチュエーションも込みのこの2人から考えて、うん、はい、されたくないのは寂聴さんです。2連覇だ。即決でした来ましたね、寂聴さん2連覇ですよ、うん、やっぱされたくない。そうですね、そのシチュエーションもさらに来たんで、やっぱりあのポン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 で内容荒くなってボーンってくるって、ちょっと笑い番組であるよ、ね、もう多分寂聴さんには見えないと思うんで、化け物にしか見えないと思うんで、それは、まあ、というわけでございましてですね、はい、キスされたくない女王決定戦その3、ウィナーは777ポンドの瀬戸内寂聴さんでした。また来週。